じゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いい、来た、来た、来た、来い。あれでギリギリ難しいじゃん。だからまあ内野でいいと思う。二人で息を合わせる。行くぞっつってこれぐらいね、これぐらいね、ほいみたいなこと。それでいい。なるほどなるほど。なんで一旦今宮を三塁まで行かせる。ショートにゴロを打ってほしい。とりあえずゴロを打ってほしい。どこでもいいから。行くよ。せーの。ああ。ふわーんって投げちゃうね。ちょっとちょっとバク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 。これで多分一緒ぐらい。ホームに送球する。ああ、なるほどね。一回さ、いい感じでホーム突入が揃う練習しよう。こんな感じ。うん、これあれなのかな、やっぱさ、ワンって投げるよりは流れの中でどうだろう。いやでもこれはねセーフだよ。ほら今のいいんじゃない。これやっぱね外野なんじゃない。これどうする、二塁からさ突入するか一回。これが1球目打ちました。ああいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これいい、いい感じになってると思うよ。いい感じ。ああちょっと田中がよ、いやいやいや、今のさ、今のヘッスラ分かった。あれなんだよ、あれが神の手なんだよ、分かるでしょ。そう、あのね、分かるでしょ。これ元ネタ見て見れば分かるよ、うん、あのね、そういうことなんだ。そして打席には柳田が一発で決めたい。あ、いいんじゃない、これいいよ。川本君にかかってる。いいよいいよ、いいんじゃない、いいんじゃない。いやどう、いいんじゃない、いいんじゃない。川本頼むよ頼む。いやこれ微妙微妙。いいんじゃない、ヘスラ来い。なんで藤田一向に手を使う気配がないんだけど、足の手ですから、うん、なんなん。ちょっとさ、これ藤田諦めない。これだ、絵的に普通に考えてさ、マレーロの方がよくない。マレーロで来た、いいんじゃない、これいいんじゃない。ちょっと調整して、ちょっと調整して、頼む頼む、マレーロの神の手いいね。あー、いい、いやいや、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、こういうのが、こういう、いや、肩が強すぎ、神の手。今のがヘスラしたもんね。いや、だから神の手はね、結局、本類ヘスラなの。神の手の手で泥だらけになって、いいよ。柳田に。いや、これいいんじゃない、これいいんじゃない、グラシアル、あ、無理か。お、来た来た。今落としたよ今。神の手これでしょ。これでしょ。畑落とすってことでしょ。来たね、チャレンジ成功。いや。神の手成功。2球目決まっています。そういうことだこれ。違うよ、これで。神の手成功しましたって動画出したら袋叩きに合うよ。さすがに怒られると思う。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いい、来た来た来た、来い来い来い。いや、こんなんじゃないの結局。結論出たでしょ。いや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 、いや、これプロスティダメでしょ。いやいや、ダメだった。これはダメだって。これは違うよ。違うよ。2回連続で。これが結論だよ。いやいやいや、こんなんダメでしょ。これは違うよ。脱臼するっていうことじゃないでしょ、神の手って。神の手っていうものを作りたいですってなるじゃん。そうすると要は能力としてはアウトなんだけどセーフになるっていう能力になるわけでしょ。セーフがセーフじゃ、うん、特能じゃない。アウトだけどセーフですってならなきゃいけないけど、ゲーム的にそれで
実は微妙に手がかいくぐってますセーフってなっても多分プレイヤーとして分かるんですよ。そう、僕が伝わらないっていうのがそう、能力が発動したのかどうか分かんないって結構致命的だ。しかもリプレイを見ない人とか入れてない人もいるから、だからその人たちにとって分かりやすくアウトがセーフになったってにはどうするかって言ったら、びっくりマークでボールがこぼれるってセーフになるしかないっていうことになっちゃうのか。実際対戦、そういうことですね、対戦でさ絶対アウトだったのにセーフにされたら切れるじゃん、ふざけんなってなるから、いやこぼしてるからセーフだよちゃんちゃんってことでしょ。ダメでしょそんな。最悪で取れないかも。いや